皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はヒップホップのステップの中で初心者の方が取り組みやすいなと思うものをまとめた練習動画となっています。約4分間の練習を頑張っていきましょう。ヒップホップのステップは数多く存在しますので、何からスタートするのが適切かということで迷ったことはありませんか？そしていくつかのステップに取り組んでいくうちに、これはできた、あれはできない、その原因はなぜなのかということは初心者の方はわからないんじゃないかなと思います。ステップは構造でいくつかのタイプに分けることができます。例えばツイストするタイプのものというステップもあります。さらにその中でもかかとだけを利用したツイストタイプ、そしてつま先とかかとを交互に入れ替えながらコントロールしていくものと、このように種類を分けることができるわけです。この種類を知っておけば自分の得て不得てを知るきっかけにもなりますし、モチベーションによっては得意なものだけを練習するとか、苦手なものを克服するために練習するとか、自分の練習メニューを選ぶ指針にもなるはずです。もう少し深掘りすれば、初心者の方が同じ期間に複数のタイプを同時に練習するというのはあまりお勧めできません。ある期間内に1種類のタイプ、つまり体の使い方を練習した方が効率的に成長するというのはイメージしていただけるんじゃないかなと思います。本動画では最もベーシックとなってくる足を踏み込んだ際にアクセントを取るステップ、これを練習していただきます。スペースアートダンス TV では間もなくスタートより1周年を迎えます。これを記念して、今日からダンスシリーズとダンスステップまとめシリーズ、これを公開していきます。今日からダンスシリーズではダンスの構造部分に関わっている練習をしていきます。計3本の動画で今後ずっと付き合っていくテクニックを導入できます。ダンスステップまとめシリーズでは入門者用となるものを2本、そしてこの動画も含めてヒップホップ初心者用に2本ご用意しています。本動画で実施している練習メニューは別に詳しく解説している解説編もご用意していますが、動画後半の方でポイントを簡潔にお伝えしていますので、ぜひ練習時に利用してみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもお役に立てる情報をお届けしていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンを押していただけるととても嬉しいです。さあ、それでは練習時に足を強く踏み込み、アクセントを取っていくことを意識していきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。 We did just what the home. I was the black catI used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit. And I rhyme excess, line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on a checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm.Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, that's the grand stack. See, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. And see, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super geniusI was the black cat, I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit. And I rhyme excess, line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on a checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm.Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, that's the grand stack. See, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. And see, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super geniusニュージャックスイングを代表する最高のステップです。セーブ、
皆さんお疲れ様でした。ダンスステップまとめ、ヒップホップ初心者用はいかがでしたでしょうか。今回練習したステップはヒップホップの中で王道と呼ばれているステップたちですので、絶対にマスターしておくべきです。さらに冒頭でもお伝えしたように、足を踏み込んだ時にアクセントを取れる、これがこのステップたちの特徴です。もちろん応用として足を上げた時にアクセントを取る裏取りというのもあるんですけれども、初心者のうちはまずは踏み込み地が大事です。この踏み込みのアクセントという土定番さがこれらのステップを王道としているんだと思います。では簡単にではありますが、ポイントを整理させてください。1つ目、ランニングマンプラスホーシング。前後に足を運ぶのがランニングマン、左右に足を運ぶのがホーシングです。どちらも足を広げているポジションがあります。この際に安定をするか、次の動作に移りやすいのかということを考えて練習してみてください。今回はステップに集中していただいていますが、胸のアップダウンの両立も入れると今後に便利です。ぜひ取り入れてみてください。2つのステップをつなぐ練習もあります。これは言い換えるとステップを出す方向のチェンジとも言えます。今回は前後から左右の切り替えで最もオーソドックスですので、ぜひマスターしておきましょう。2つ目、ロジャーラビット。ポニーステップを左右で入れ替えていくステップです。足の入れ替え時には薄い回転が入っていますので、バランスを崩しやすいです。適度な体の締め方を見つけることと、足の置き方に意識を向けてみてください。胸のアップダウンも一緒にできるようにしておいた方がいいです。軸足のコントロールとして回転やツイストも練習に取り入れています。このように軸をさらに差し直すような基礎テクニックは頻繁に出てきますので、ぜひマスターしておきましょう。3つ目、ボビーブラウン。基本的に両足で前後にステップさせるものですが、いくつかバリエーションもあります。バリエーションによって重心のコントロールが若干違ってきます。それぞれに慣れていきましょう。ボビーブラウンで最も難しい重心コントロールはオフバランスの部分になってきます。速い曲に対応するためには必須の技術となってきますので、意識的に取り入れるようにしてみてください。ステッププラス別のテクニックを使っています。この別のテクニックのクオリティも保てるようにしてみてください。例えばハンガーと両立しているバリエーションでは、ステップとアイソレーションが両立してクオリティが高いというのが大事ということです。この2つ以上を考え動作させることを並列思考と言います。スペースアートダンス TV はスタートから間もなく1周年を迎えます。これを記念して今日からダンスシリーズというものと、ダンスステップまとめシリーズを公開していきます。今日からダンスシリーズでは基本となってくるリズム取り6種類と、ダンスステップでよく使われるポジションを練習するメニューをご提供しています。ダンスステップまとめシリーズの入門者用では16ビートに休符が入ったもの、そして16ビートをずっとリズムキープしていくものと2種類に分けて練習をしていただきます。ヒップホップ練習用では踏み込み時にアクセントを取る今回の動画と、つま先でツイストを利用したもの、このようにタイプ別に分けて練習をしていただきます。ご紹介しているテクニックはレベル別に分けて実践編と解説編、これらをすでに公開済みです。実践編を見ていただければ簡単にやり方をレクチャーしていますし、今回練習していた実践メニューのカウントを確認することができます。解説編ではより深い知識だったりコツの方をシェアしています。最後にダンスの構造部分に密接に関わるテクニックの重要なポイントや覚えておいてほしい知識をギューッとまとめた特別解説動画というものもご用意しています。理解を深めた方が安心して取り組めるという方にはおすすめの動画です。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV は皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。一昔前に比べて日本人の平均的なダンス能力って飛躍的に上がってるんじゃないかなと感じます。ダンスに取り組んだことがないという方でも、ランニングマンとかホーシングぐらいだったらパパッとできちゃうよという方が増えたような気がします。ノリのいいビートを私生活で聴く機会が増えたからかなと思っています。故に今回練習したステップたちは簡単に感じるかもしれませんが、ビートを表現するための細かなテクニックを学んでいくのもダンスの面白みの一つです。カウントに合わせて動作するのではなくて、音楽と一体化して踊れるようにするというイメージなんですが、これは中級者ぐらいになってくると誰もが理解を深めていける部分です。できるというところから表現というところまでに昇華させるためには、やはり自分なりのイメージを強く持って練習に取り組むのが大事だなぁと感じる今日この頃です。次のレクチャー動画ではつま先ツイストタイプ、これをまとめた練習動画をご紹介していきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.